こんにちは、おこぜでございます。今回はですね、仮払い機の使い方をご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。では、はい、今回ご紹介する仮払い機はですね、よいしょ、丸山製作所製ビッグ M シリーズですね。型番が KC26RDVX1 というモデルでございます。26cc エンジンを搭載しておりまして、現在はですね、このチップ層 255mm のチップ層を取り付けておりますが、ナイロンローターもですね、取り付けられるモデルとなっております。はい、それではですね、作業前の準備事項をご紹介します。ですね、商品の組み立てとチップ層の取り替え方法については今回省略します。それからですね、大体お店から購入するとき組み立てられてます。その時ですね、ネジが緩んでることがあるんですね。私の体験上ですね、こちらのネジが緩んでることが多いですね。ですから、ちょっと前点検としてネジの増し締めを行った方がいいかなというふうに思っております。はい、それではですね、最低限必要な服装のことですね。まず帽子が必要です。そして、長袖のシャツ、長ズボンと長靴、あとそれからですね、目を痛めるといけませんので保護メガネですね。まあ、ただ私はオーバーグラスを使用しております。あとそれからですね、手袋です。まあ、刃物を扱いますので、できればですね、耐切創手袋をお使いいただけるといいかと思います。なおですね、もっと詳しい内容については取扱説明書をご覧ください。はい、それではですね、次にやることですね、事前に肩掛けバンド、これですね、こちらの方の長さ調節をやっておいてください。肩に一旦かけまして、この引っ掛け金具ですね、こちらの方を仮払い機に接続します。はい、仮払い機の接続部分ですね、こちらになります。これにベルトの引っ掛け金具ですねを止めます。よいしょ、こんな感じですね。これで止めてください。はい、肩掛けベルトの長さ調整はですね、ここのバックルですね、こちらの方で調整してみてください。はい、仮払い機を吊るすとこんな感じになりますね。ちょうど腰下ぐらいですかね。このハンドルグリップを握ってですね、腰を回転させて仮払いを行いますので、そのちょうどいい長さに肩掛けベルトを調整してください。はい、チップ層側の映像ですね。チップ層は仮払い機を吊り下げた時にちょうど地面と水平にですね、なるように肩掛けベルトを調整してください。はい、それではですね、燃料タンクに給油します。燃料の方はですね、混合油50対1の混合比のものを入れてください。比率が違う燃料もありますのでね、絶対に間違わないようにお願いします。あと入れる量ですけれども、ですね、仮払い機を斜めにして燃料タンクを見るとこの辺にラインがありますね。大体この辺のラインを狙うと8割型になります。大体8割を目安に燃料を入れてください。はい、それではですね、実際に燃料を入れていきます。よいしょ、大体8分目を狙って入れてください。今日はね、少量にしておきます。よいしょ、はい、蓋を
きっちり締めてください。はい、それではですね、エンジンの始動方法をご紹介します。まずですね、今給油した場所から3メートル以上離れてください。引火防止でございます。そして仮場カバーを外します。この時ですね、やはりですね、刃物ですので、対切創手袋を装着していただくと安全です。はい、それではですね、プライミング操作を行います。どうやるかと言いますと、まずですね、ここです。これがプライマポンプと言います。これをですね、10回押すということを表しています。それではやってみますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK です。はい、それではですね、チョークレバーの操作を行います。エンジンが冷えている場合はですね、チョークレバーを下に閉じてください。すでにですね、エンジンが温かい場合はチョークレバーを上に開いてください。はい、それではですね、仮払い機のメインパイプの根元ですね、こちらの方をしっかり押さえてください。それからですね、リコイル操作を行います。リコイルスターターノブ、こちらですね、こちらの方を数回引きます。はい、エンジンがスタートしました。はい、エンジンが始動しましたら、チョークレバーをゆっくり上の方に開いてください。はい、もしもですね、アイドリング状態でこの仮場が回転する場合は異常です。直ちにエンジンを停止し、ご購入の販売店に修理依頼をしてください。はい、それではですね、仮払い作業に入ります。まず最初にですね、チップ層がアイドリング状態で、停止していることを確認してください。はい、それでは仮払い機に肩掛けベルトの引っ掛け金具を装着します。はい、ゆっくり立ち上がってください。今回は撮影ですので、エンジンは切ってお話をします。ハンドルのグリップですね、を握ってください。それからアクセルレバーですね、を握ってください。それからこのコントロールレバーをゆっくり下げていきます。するとチップ層の方がですね、徐々に回転数を上げて回転していきます。そして最高速はどうなるかというと、ここですね、ただチップ層の場合はですね、だいたい 7,8割のところで止めてください。ただしナイロンローターをご使用の方は最高速で操作を行うという形になります。はい、それでは周りに人や動物がいないことを十分に確認してください。はい、姿勢ですね、まず両足を肩幅程度に広げます。そして右足が前に出るという格好ですね。左足の方は右足の後ろに引き寄せすり足で合わせていく、こうやって進んでいくというのが基本姿勢になります。はい、作業の操作はですね、こう腕だけでなくてですね、体全体で、特に腰でバランスをとって作業を進めてください。はい、仮場はですね、左回転ですね。そのため、仮払い作業はですね、右側から左側に寄せていくとような借り方になります。あと借り場の角度ですね、地面に対して10度ぐらい、ちょっと今極端に傾けてますけどもね、10度ぐらい左下がりにして、腰を中心に地面に平行に動かしてください。はい、通常はですね、借り場のこの左側で草を刈っていきます。
この右側にですね、硬いものが当たるとキックバックという現象が起こってしまいます。これはですね、反動で狩り場が予期しない方向に跳ね返ってしまうということがありますので、十分注意してください。はい、それではですね、草刈りが終了したということで、エンジンの停止方法をご紹介します。はい、最初にスロットルレバーを離します。この状態でアイドリング状態になりますので、このまま1分間冷却運転を行います。その後ですね、ちょっと見えますかね、ストップボタンがありますので、エンジンが停止するまで押してください。はい、エンジンが停止しましたら、コントロールレバーをですね、一番低速の方に戻してください。これでエンジン停止の操作は終了です。はい、それではですね、刈り払い終了後の作業に入ります。まずエンジンが完全に停止していることを確認してください。はい、耐接走手袋を装着して刈り場の掃除を行ってください。はい、掃除が終わりましたら、この刈り場カバーを取り付けてください。はい、はい、エンジンが完全に冷えたらですね、刈り払い機全体の掃除をしてください。はい、余った混合油ですね、こちらの方を燃料タンクから燃料缶の方に移します。よいしょ。はい、プライマーポンプですね、こちらの方を数回押してキャブレーター内の混合油を燃料タンクの方に落とします。またこの混合油を燃料缶の方に戻すという作業を行ってください。はい、戻りました。この燃料を空にするっていうのがとっても重要です。はい、最後の作業ですね、まず狩り場カバーを外してください。それからエンジンが再始動するか確認してください。再始動した場合ですね、自然に停止するまで運転してください。最後に狩り場カバーをもう一度かけ、エンジンすべてが冷え切った後保管して終了となります。はい、最後に補足ですね、安全作業のため必ず取扱説明書をよく読んで作業を行ってください。よろしくお願いいたします。はい、刈り払い機の使い方のご紹介終了でございますお役に立ったでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバーイ。